上野原遺跡の赤穂や火山灰を含む土葬災害や火災流と機械赤穂やの広がり。九州南部、東部、四国、本州瀬戸内海沿い、及び和歌山県で20センチメートル以上あり、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布する。機械赤穂や火山灰は約7300年前の機械カ,カルデラの大噴火に伴って噴出した火山灰。 ミユキや火砕流と同時に噴出した火山灰のうち上空に吹き上げられてから地上に降下したものを言う。テフラとしての記号は、ケアー。AK の略称でも呼ばれる。白色、または淡かし色を呈し農業には適さない。火山灰に覆われた面積は約200万平方キロメートル、体積は約100キロ立方メートルにもなる。偏西風に乗って、 東北地方まで到達した。九州南部において地下の比較的浅い場所に厚さ約1メートルの層をなしており、四国、中国地方西南部及び紀伊半島においても層として確認することができる。種子島では20から40センチメートル、琵琶湖では3から5センチメートルの厚さである。また層が不明瞭な地域においては土壌分析によって検出可能であり、 おおむね日本全域で確認されている。宮崎県の農家の間で赤穂屋と呼ばれていた地層について調査した結果、人吉市付近の芋子、種子島の赤ぼっこ、四国南部の恩寺など似たような地層が日本各地に分布していることがわかり、1976年に機械カルデラを起源とする火山灰であることが確認された。地層の年代決定において、 縄文時代の早々期と早期とを分ける重要な喧騒の一つになっている。特に、種ヶ島、薬島、薩摩半島南部及び大隅半島南部は、三行や火砕流が直撃し、当時居住していた縄文人の生活に大打撃を与えたと考えられている。ありがとうございます。